合意には至りませんでした。アメリカのバイデン大統領と野党・共和党のマッカーシー下院議長は22日、債務上限問題をめぐり直接会談しました。バイデン氏は共和党の求める歳出削減で一定の譲歩をする考えを示しましたが、合意はできませんでした。マッカーシー氏は合意まで毎日大統領と会談すると述べ、デフォルト回避へ向け引き続き協議していく姿勢を示しました。